マットル・ブランクは、アメリカ合衆国の俳優。マサチューセッツ州出身。本名マジュース・ティーブン・ル・ブランク。身長179センチメートル。アイルランド・イギリス・オランダ・フランス人を先祖に持つ父と、イタリア人の母との間に生まれる。1985年に高校を卒業後、ハインツ、リーバイス、コカ・コーラなど数々の CM に出演し、それがきっかけで、 テレビ出演をするようになる。1988年には TV101 で初めてテレビレギュラーの座をつかむ。その後もたびたびテレビやミュージックビデオに出演するもヒットに恵まれなかった。しかし1994年大ヒットドラマフレンズの上位トリビアーに役に選ばれる。10シーズンにわたり演じ続け他の出演者と共に有名になる。 番組終了後もスピンオフ作品上位に主演している。ちなみにフレンズのシーズン9、10で主要キャスト6人は1話につき100万ドルの報給を受けた。フレンズ以降役に恵まれなかったが2011年マットルブランの元気か愛ハリウッドで本人役を演じ第69回ゴールデングローブ賞テレビシリーズ主演男優賞を受賞。 2010年の映画、ジョナ・ヘックスでは、プロデューサーの一人として、名を連ねた。2016年2月4日、BBC のトップギアで、マットル・ブランクの加入が発表された。2019年まで同番組のホストを務めたが、同年2から3月に放送された第26シーズンを最後に、同番組を降板した。2003年、長い間交際を続けてきたメリッサマクナイトと、 結婚。翌2004年に娘マリーナが誕生し、妻の連れ子二人を含む三人の子持ちとなったが、2006年1月妻と別居、同年10月に離婚した。フレンズの上位役のオーディションを受けた時、手元には11ドルしかなく、給料が入り最初に買ったものは美味しい夕食であったという。初期の頃は、CM 出演時は、ケチャップのコマーシャル一本でち、 車、オートバイ、そしてタンスいっぱいの服が買えるほどだったという1995年のエミー賞にてありがとうございます。